虫、鋼の組み合わせはこちらの2種類です。種族値だけで大まかに言うなら、物理攻撃が得意なハッサムと、物理攻撃への耐性が強めなフォレトスといったところでしょうか。ハッサムは攻撃防御の高さが特徴的ですが、特防も、低すぎるほどまでではありませんね。なので、虫、鋼の組み合わせにとって、唯一であり最大である炎タイプの技を避けながら、ハッサムが活躍できる場面にしていきましょう。フォレトスに関しては特殊攻撃はやや難がありますね。でも物理攻撃だけで考えるならかなり優秀な耐久力を誇ります。フォレトスの変化技でバトルをかき乱す役割などいかがでしょうか。